バランスのいいチームにまとまるのは確かに正しい方法だけど、俺たちのやり方じゃない。俺がバローを食って、バローが俺を食い返して、俺たちを食う、そんな人間が俺は欲しい。ああ、博打だが正論だな。じゃあ適任はあいつしかいねえぞ。ああ、この化学反応に混ざっても消えないのは千切兵馬。来いよ、お前の足が必要だ。おい国神、俺たちはまだ潔に勝ってねえんだ。待ってるぞヒーロー。あのラストプレーはお前が相手だから仕掛けられたんだよ。あの状況で無理にでもギリギリのパスを出せるお前の才能を、マジ紙一重だった。やっぱお前はすごいんだよ。だったら取れよ。俺のことなんかもうどうでもよくなってんだろ。二人で世界一になるって俺との約束も忘れる人間にな。だったらさ、ここでお前を選べば満足なの？俺らの約束忘れてんの？お前の方じゃん。つか、なんかもういいや。めんどくさいよ、レオ。もう、知らない。なあ、レオ。何のためにサッカーやってんだ、お前。世界一のストライカーになる人間しか、ブルーロックじゃ生きらんねえぞ。下向くな！見届けろ！俺たちは終わりだ！